ボン、皆さんこんにちは。はい、ということでですね、今回はお時間がないので手短に行かせていただきます。はい、軽バンがなくなってからですね、数日が経ったんですけど、はい、未だ車の方が見つかっておりません。そしてですね、根気よく、探してたんですけど、なかなか思うように車が見つからないということで。そうなんですよね。そうなんですよ。ちゃんと見に行ったりとかしてたんですけどね。そう、もう売れちゃったりとかも、なんかタイミングが悪いというかね、そういう感じでこうバタバタしてたんですけど、はい、先日ですね、ヤフオクで出品されてる車を見つけました。それをですね、入札しようと思うんですけど、なんとですね、今日の、9時41分で終了ということで。え、やばいやん、18分やで。9時18分なんですよ、今で。あと30分ぐらいで終了するんですけど、これをどうしても落札したいと、そしてこの落札ポイントといえば何ですか？料金。スズキのエブリィバンです。乗ったことないですね。乗ったことないですね。平成10年式のやつ。かわいいやつじゃないですか。かわいいやつなんですよ、これ。古いエブリィちゃんやないですか。古いエブリィちゃんなんですよ。やっぱ古い車に限るっすね、兄さん。そう、この平成10年式の白色エブリィを入札したいと。え、絶対欲しい。絶対欲しい、これは、この顔のエブリィが欲しくて、最初これにしたいなって言ってて、でもオートマの車がなかなかなかったから、今まで諦めてたんですけど、これオートマということで。ちょっと今さらっと言ったんですけど、はい、実はね、次乗り換える車も軽自動車にしようと思っていましてですね、はい、やっぱりアクティじゃない、また違う何か軽バンが欲しいと思ってて、でその中でも古い車がやっぱ形が可愛いんじゃないかっていうところに目をつけましてですね、そう、今回は古い軽バンを探しておる主題でございます。はい、今の状況を一番分かりやすく説明するとですね、お願いします。高値更新されましたって書いてあるんですけど、一回軽くちょっと入札してるんですよね、これ。いくらで入札した？その時は1万500円やった。で、1万円やって、あ、これは面白いんじゃないっていうとこから始まってんな。そう、今がですね、なんと2万5500円。だいぶ上がってる。ちょっと長い勝負になるんじゃないかと思って、こちらも何の対策もなしに、やっぱ挑むわけにはいかへんということで、食料。はい、生春巻き入ります。で、こちら私が選ばせていただきました白ワインとフランス。はい、トリカは入ります。黄金の芋。どうなりました？黄金の一斉のでな、一斉ので。乾杯。状況確認。はい、まだ2万5500円です。まだ動きはないですね、こちら。まだ動きはないですね、こちら。あれ、もう終わるのに動き見せへんのかな。最後の5分間も勝負みたいなもんで決まってるやんか、兄さん。どういう作戦でいくの、これ。3アカウントで攻める。ちなみにざっと説明しておくと、この車は山梨県にあるみたいです。どうやって取りに行くの？でも車検が来年の6月ぐらいまで残ってるから、一応名義変えたら自走で帰れるみたいな。悪くない話やな。ジャブ打っとく？おるか確認しよう。みんなな、皆さんいますかのジャブ。製造確認。じゃあ2万5500円やけど、今、2万6000円にするわ。いいよ。2万6000円でいきます。いけ。きた。あなたが現在の最高落札者で。で、それでなんですけど、1万円やったから戦おうかって言っただけであって、決してバカみたいな金額になったら買いません。大丈夫、そこんとこは。一応これ即決が20万円です。20万円出せば即買えるよっていう車なんですけど、僕らの予算的にはどれぐらいでいきますね、さ。5万。なんやったら2万でいいよ。いや、もう超えてるじゃん。話聞いてた、さっきまで。ジャブとかや。打った、今打った。うまっ。ナシランス。
え、これってさ、待って、10万とか全然ありえるん君。誰かが入れたらありえる。10万出しても欲しいと思う人がおったら。ピンが、遊んでるかもしれんやな。ザコどもが500円ごときでこんなん争ってるのを笑いながら見て、ギリギリ1分前で20万で入れんじゃん。それは困るな。困るよ、そんなん。こちら、一般人からしたら。もしそんなことされたら、いつも負けず嫌いが。火を吹く。30万払います。いやいや、バカやん。向いてないよ。うまっ。嘘。うまっ。じゃあ、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 もうやばいんちゃう？え、あと2分やで。あと2分？うん。え、いいよか？え、今いくら？わ。なに？ミスったん？終わるの明日や。やっぱり無駄なジャム打ったよ。ただいまの時刻20時49分になります。はい、緊急会議を始めさせていただきたいと思います。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先日はちょっと手違いで飛んだ失態を晒してしまったんですけど、はい、今日こそほんまにあの最終日です。今の状況を簡単に説明しておくとですね、終了まで残り50分、そして、現在の価格が5万7000円となっております。え？どん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 値段が上がっておりまして、今5万7000円です。予算っていくらでしたっけ？昨日5万とか言ってなかったっけ？言ってたっけ？言ってた。なんか負けたくない。向いてないな、オークションに。ちょっと落札してみたい気持ちもあるし、車は欲しいし、これ結構ボロボロなんですよ。だいぶボロボロ。そう、走行距離が12万キロ。まあまあまあ、これはな、こんなもんでしょう。ただこれ 4WD っていうのがでかくて四駆なんですよね。だから多少の悪路とか、まあ、雪道とかそういうところも走れちゃうよっていうパワフルな軽バンとなっております。なるほどね。そう、一旦じゃあ5万え、今はもう触らんでいいやん。え、なんで今触るの？いや、今あげたらどう出てくるかなっていう。もうちょっと待とうや、まだ9時にもなってないねんで。そうやな、ちょっと待ちます。ちょっと待ちます。じゃあラスト、今46分なんで残り、あの動きがあったら動画回していこう。そうやな、うん。21時3分動きがありました。先ほど5万7000円だったのが5万8000円になっております。1000円上がり一つやな。1000円上がりですね。いや、この時間でのこの上がりは、うん、早いな。早いですね。うん、とりあえずイズラはステイということで。ステイということで、まだここで落札入れるようで甘い。甘い。あと36分あんねんから、これはじっくり楽しまないと。決まるわけない。じっくり楽しんでいこう。はい、はい。ただいまの時刻がですね、はい、見にくいんですけど9時、もうちょっとで25分ですかね、なろうとしています。大きく動きがありました。残り何時間でしょうか？22分です。はい、はい、こんな感じですね。本日終了ときちんと刻まれております。そしてただいまの価格が6万9000円。来ましたね、兄さん。これは大きく勝負を仕掛けてきましたね。まだ戦えるな。まだ戦えるな。まだ戦える。まだ戦える。うん、だって10万まで予算いったから。そうやな。うん。いや、今はの仕掛けんと残り時間3分になってから。わかった。もうこれ10万いっちゃおう。先に出す作戦。うん。え、それにはどういう意図があるの？もうそれは買うか買わへんかのイズラの賭け。あ、次高値出してくるか。どう来るか。そう、11万出してきたらもう多分無理やけど、うん、10万500円とかやったらまだ戦える。ちょっとずつな予算が上がっていってんねんな。うん、これ残り5分の段階とか3分の段階で10万いってない可能性もあるやん。え、それで10万いったかのか。そうそうそう、思うつぼになる。思うつぼされるから。分かった。じゃあケーキ食べよう。よし、コーヒーになります。21時33分。残り何分？残り8分。うお、来た。で、さっき6万9000円って言ったんですけど、6万9000円のままです。お、戦えるぞ。うん、戦えるぞ。これはこっからやな。あ、これ残り8分やけど、どうする？別にそのままで。そうやな、うん、このまま動き見る。動き見ようか。
まあ、てことは、うん、多分みんなもう10万はないと思ってんな。もし10万ある人でちょっと余裕ある人やったら入れる、入れるよな、うん、1万ぐらい入れる。うーん、残り3分切りましたね。2分55。入れてみる？入れてみるか、うん、あかんねん、7万円って書いてあった今、最低。厳しいな。え、やんな。うん、誰か入れたってことちゃう？いや、誰かが自動入札してます。なんなんそれ。どっかの LINE まで。あ、来た。じゃあ7万1000円まで入ったってことだな。7万1000円まで入りました。残りがですね、あ、7分に伸びた。うわこれ嫌やねんけど早かってんって。だからそう、多分こういうことじゃない、多分分からん。伸びるからギリギリでやらないと、うん、うわぁ、うわ回ってきた。あ、もう、ちょ、ほんまやめて。なんか歯痛なってきた。なんで？よし、印刷いきます。まあ、見てみて、ここでほらこれでやって、ほら、自動印刷あった。うん、え、7万5000円、うん、やる？うん、いいしかないよ。7万5000円やります。はい、やりました。ほら、どんどんなんか、ほら、どんどんやっていかない。はい、7万5000円。はい、入れて。早く。かよ。うわ、上がってきたな。上がってきた。え？え？どこまで上がるの？あと2分49秒。早く早く。よし！よし！8万1000円になってしまってるけど。うん。ちょっと手震えてきたよ。ん？あ、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 更新された！2000円です。9分伸びたからもうちょっと待とうか。ちょっと9分間で息整えよう、うん、じゃあサウナでもしに行く？いや、やりすぎや。うわぁ、15まで行こう。15まで行く、うん、もうおもろなってきた、ここまで来た。もうやめられへん。うわぁ、一回ね、あの競りにね、魚の競りをしたことがあるんですよ。あの負けたくなくて、本当に私意味わからん金額まで言っちゃってたよな。言っちゃってたな、うん、なんか8万3000円いけ、こういうことね。こうなってた。8万4000円近いろ、次8万5000円、うん、うん、これはまあ来るやろ、うん、8万、うんうん、お、10円刻みになってるな。来てんな。8万6010円行ってみよう。行ってみよう。いけましたね。いけましたね。はい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 。8万6000円。うん、いいよいいよ。いいよ、うん。いいじゃん。いいじゃん。6分です。残り2分切りました。そうなんですよ。これすぐ乗れるっていうのがいいところなんで。そう。もうすぐ取りに行く。そう。8万6000円ですぐもう乗れるんですよ。うん。それはいいよね。それがいい。おっと、残り2分切りました。1分55秒。おっと、1分切るぞ、もう。うん、いや、1分切ってからちゃう。あ、1分切ってから畳みかけてくる。うん、多分な。一気に1万とかアップできそうじゃない？ここで。うん。残りですね、1分を切りました。おえ？55 54 53ちょっと長かったな。9 8 7どうなったん？どうなったん？よかった。落札しました、皆さん。え、これもしあ、潰れてたらどうなる？いや、多分何も、あの、返品とかできん。そういう可能性もある？全然あると思う。けど不具合はないんやな。一応走る、止まるとか問題ないっていうのは確認したけど、うん、それもまあ言ってるだけやから、どうかは分からん。とりあえず落札。言ってない。まあ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 、まあ、6月までなんで。そうなんで。うん、うん、うん、落札する手前が一番楽しかったな。うん、楽しいな。いや、これ取りに行くのが楽しいねんけど。ああ、なるほど。うん、
落札しました。ありがとうございます。ありがとうございます。あそこまでのね、もしかしたらこの車この値段でって思うかもしれないんですけど、はい、自分たちが納得するんだったら別にいいんじゃないかということで。納得はしてる。いつもしてる。値段的には不具合がなければすごくいいと思う。うんうん。あとはこう取りに行ってからの楽しみっていうところも。そうやねんな。だからもうほんまに宝探し。そう。不具合やったらあったでも知らない。そう、こういうのもあるんで参考にしてくださいっていう動画にもなるし、うん、不具合があったらね、うん、なかったら、まあ安くリラクセスできましたんで笑っても大丈夫、後悔ないよな。後悔はないです。後悔はない。はい、はい、うん、ということでですね、はい、2日間にわたるヤフオクの編を見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。また、これを撮りに行くのも動画にしますので、はい、その時もぜひお楽しみに待っていてください。先日ヤフオクで落札した軽バンを取りに行こうということで、朝から高速バスでぶっ飛ばしたいと思います。電車とかないんや。うん、ちょっとややこしいみたい電車は。なるほどね。ついでに何時間かかるんでしょうか。8時間。いや耐久すぎやろ